豚の腸ですよね、生姜必要、はい、わ初めてこんなに綺麗に中身を手入れしてるの、この辺で手を向いてもらっていいですか。今油を取ってるわけですよね、薄皮剥がして、油も取ってさらに薄皮まで剥がして、あきさびろうな、うん、家庭でもここまでやってないですよね。しませんしません、わたあんまたんここまでしなかったと思うんですけど、スーパーで売ってるのもここまでしないですよね。ませんへー、ちょっと見た感じとっても綺麗になってるとは思うんですけど、さらにそこから薄皮取って、うん、少し油があった方が美味しいと言いますけどね、うんうん、あの匂いがつくのかな。ああ、匂いが独特の、はい、へえ、結局中から入ってるのね、便ですよね、うんうん、ということは。ああ、それでだから正月になると500人分注文が来るんですか、はい、はっさびろな中身撮影装備品みじらさのこんなに綺麗にして作ってるんですね。じゃあ俺も正月用注文しようかね。へえ。そうね、あのだいたいお一人さんでしたらね、うん、500円分したら、うん、丼物の、うん、これ切るか、え、切る切る、ああ切ってください。500円分注文したらね、うん、お一人様十分あるんですよ。へえ、丼物いっぱいだから、あ、炊き上がりね。ここも、うん、もうこ最近もうこういうめんどくさいことするあんまた少なくなりましたもんね。家族分だけ、うん、5名分10名分いて注文が入ってきて、うん、これが400も500円になっていくんです。あ、こんな感じで今きれいにしてます。中目汁